あらみさん、こんにちは。それでは今回なんですけども、本日で終了 LINEPay の 3% 上乗せ還元、今後使うサービスはということで、今回は LINEPay についてお伝えしていこうと思います。ということで早速なんですけども、まあ、少し前の動画でもお伝えさせていただきました。本日ですね、7月31日をもって LINEPay のプラス 3% 上乗せキャンペーンが終了となります。まあ、これは簡単に言うと、これまでですね、LINEPay で決済した時にもらえる LINE ポイントの 3% 還元されていたものがなくなるということですね。まあ、なくなるというよりかはもう終わったということですね。そして今後としたら、前からのインセンティブが LINEPay ボーナスになるということ、そして LINE ポイントが LINEPay ボーナスに変更になるということですね。そしてこのもらえる LINEPay ボーナスなんですけども、ご自身の前からによって付与される LINEPay ボーナスが変わります。前からはこれまでと同様に、グリーン、ブルー、レッド、ホワイトの4つですね。このマイカラーは前の月にどれぐらい LINEPay で決済したかを基準に決められています。なので、かなり大きい金額を使われる方は問題ないんですけども、僕みたいに少額しか使わないユーザーからすると、まあ、還元率が低くなるので少し寂しくなりますね。ちなみにマイカラーの確認方法は LINE のアプリを開く、LINEPay のメニューの画面からマイカラーをタップしたらご自身が今何色かっていうのを見ることができます。これに関連するんですが、以前にもお伝えしましたけども、LINEPay はこちらの LINEPay ビザクレジットカードのサービスが8月から先行予約が開始される予定となっています。ちょっとだけ内容をお伝えすると、年会費は初年度無料で、まあ、年間1回以上のカードショッピング利用で年会費無料。年間1回以上のショッピングが利用がない場合は、税別で1250円がかかるということですね。あとは、ポイント還元率が初年度 3.0% ということで、まあ多分ここに出てる 3% の部分に関しては、まあこれまであった LINE ポイントのプラス 3% 上乗せキャンペーンのものがこっちに来てるのかなというふうに僕自身はちょっと思ったんですよね。まあこれを見る限りは結構この LINEPay ビザクレジットカードの期待値自体は高いかなというふうに思います。けどこれは僕の勝手な予想なんですけども、今回この LINEPay ビザクレジットカードを作るにあたって、まあ中には作れない方も出てくるのかなというふうに思いました。まあというのも日本でも大手の信販会社のオリコを含めて、最近発表された LINE の LINE スコアというものがあるんですが、これってなんかすごいタイミングで出てきましたよね。まさにそれを使って LINEPay ビザクレジットカードの審査の基準の一つして使うのかなというふうに思ったんですが、もちろんそれはわかりませんよ。あくまでも予想なので。現在 LINEPay は JCB のプリペイドカードがあるので、まあそれと同じではなく、今回はクレジットカードなので、そこがちょっとネックになる方も出てくるのかなというふうにも思いました。そして LINEPay の 3% の上乗せキャンペーンが終わるということにあたって、まあ、他のペイサービスの現在の還元率なんですけども、まあ、大型のキャンペーンを除いて通常時使うという時、ちょっとだけまとめてみました。PayPay だと最大 3% 還元、 D ポイントだと8月1日から8月31日までの間は実質最大 3% 還元、楽天ペイに関しては楽天カードのユーザーの方であれば実質最大 5% 還元、あと、折り紙ペイに関しては、2% から 3% のオフ。そして、キャッシュに関しては 2% の還元ということで、まあ、折り紙ペイとキャッシュに関しては、まあ、くっつけて使う方も多いかと思います。まあ、ざっとこんな感じですかね。まあ、各サービスの詳細についてはご自身で確認してみてください。まあ、これについては、僕の方でも、まあ、改めてもしかしたら動画にするかもしれません。そして、実際にどれがご自身の生活の中でよく利用するかを確認するのもいいと思います。まあ、僕自身は基本的には大きなキャンペーンに合わせて使ってるんですけども、やはりPayPayの利用頻度は多いので、多分これからもPayPay、そしてまあ楽天ユーザーでもあるので、楽天Pay あたりを使うかなというふうに思ってます。まあそんなこんなで現時点では LINEPay に関するネガティブなイメージを持たれる方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ僕もこの LINEPay ビザクレジットカードで、まあ今後の LINEPay の使い方がちょっと大きく変わってきそうな気もします。まあぜひですね、皆さんのご意見などがあれば下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。